リミテッドフェリーなかなか可愛くないということで、どうも皆さんこんにちは、ミサです。本日はですね、こちらレジェンドガチャレジェフェス開催っていうことで、一応12時更新、昨日の時点でね、ガチャが12時更新っていう風になって、レジェフェス開催はほぼほぼ確定的だったと。で、新キャラクター何か出るのかなっていう風にこっそり思いながら、寝てたんですけれども、起きたらですね、こちらのリミテッドフェリー、あとヘルエス、風属性のヘルエス、そして、光属性のミリンですね、の3人が追加されていたっていうことで、ちょっと、結構予想外ではあったよね。あ、ここでリミテッドのフェリが来るんだっていうような感じだったんだけど、さらにね、フェリの武器が上限解放されてて、そう、リミテッドフェリのリミ武器が最終上限解放同時実装っていう、ブローディアの人狂編みたいな感じの状況になってたんですよね。しかも、さらに追加されたスキルが、あれですね、必殺、扇ダメージ上昇と扇ダメ上限上昇のさらに上のスキル、英傑みたいな情報が振り切れちまいそうだぜっていう感じなんだけど、とりあえず今回はちょっと SS レアフェリと、ね、ヘルエスとミリンの性能ちょっと見ていきたいなっていうふうに思います。他のやつもね、おいおいゆっくりと見ていければなというふうに思うんですけれども、リミテッドフェリーかフェリーが来たかってなると、次はどうなんだ。次はメインシナリオで言うと、そのツバイが来てるわけですけれども、ちょっとそこら辺もいつか来るんだろうなっていうふうに思うと、ちょっと期待感が膨らむんですけれども、13歳145、霧の島の館周辺の散歩が趣味と、霧に包まれた島で、暮らしていた幽霊の少女であるフェリー、死を司る戦争獣セレストを呼び寄せてしまった自責の念から館にこもっていましたが、主人公らの活躍によりその呪縛から解放されましたと。で、アクションアビリティ、これ1アビだね。お、ディスペル、敵の強化効果を一つ無効化、攻防ダウン、勇壮の檻を付与。敵が特殊技を使用時、勇壮の檻が解かれ敵に無双。なるほど、あれなんだね、イルザの三神だね、水着イルザの三神、カウンター系なんだ。フェリーの従える優柔ニコラとフージーが敵に、俺モモしか知らないけど、ニコラって最初のやつだっけ。なんか最初にさ、なんかあったよね、グラブルの質問にさ、クソ難しいやつ、なんかグラブルフェスのあれがニコラだった気がするけど、フージーっていうのもいるんだ。敵に向かって飛びつき、様々な弱体効果を与えるアビリティ、攻防ダウン。敵の強化効果を一つ消去するとともに、お !25% の攻防ダウン、強くないか、いきなり。さらに独自の弱体として勇壮の檻という特殊な効果が付与されます。この勇壮の檻が付与された敵が特殊行動を行うと、檻が解かれ霊獣たちが一斉に襲いかかり、敵全体に100万ダメの無属性を与えます。すごいね。リミテッドキャラっぽい、なんかこう、まとまったすごいスキル、もう初手できましたね。で、そうか、あれだ、ドランクと同じだ。ドランク3ガビとね、攻防ダウンの 25% っていうことは、そこら辺とかかってるんですかね。で、ニアビ、ベネディクション、味方全体の HP を回復、活性、奥義ゲージアップ。ちなみにこのフェリー、闇属性らしいんだけど、闇フェリーは HP 回復なんだね。S レアバージョンのフェリーのアビリティ、ベネディクションの強化版といったようなアビリティ。ベネディクションと同じ奥義ゲージを上昇させつつ、最大で1500の HP 回復を行い、さらに活性を付与します。闇属性にはまだまだ少ない回復薬として、あらゆるバトルで活躍してくれるでしょう。渾身パーティー、でも得意武器探検でしょ。普通のフェリーっていうと考えると、探検持ってんね。探検と考えると、得意武器的にはちょっとあれか、アザゼルと合わせる感じかな。現状だったら簡単に言うと、ダヌア、アザゼル、フェリーみたいなイメージなのかなというふうに思うけど、探検か、なくもねえな。で、3アビ、自分以外の闇属性キャラ単体にフィアーガイスト効果。経過ターンが10ターン目以降の時、1ターンの間、対象がターン進行時、攻撃行動を3回行う。ほー、ちょっとわからんな。って10ターン目以降じゃないと、効果発動してないのか。優柔たちの力を味方に与えるフェリーの最も特徴的なアビリティです。まず、自分以外の闇キャラ単体にフィアーガイストという強化効果、全然違うわ。フィアーガイストが付与されたキャラクターは、奥義ゲージ上昇量アップ、奥義ダメージアップ、奥義ダメージ上限アップ、敵耐心アップ、連続攻撃確率アップが付与され、さらに効果時間中に戦闘不能となっても一度だけ復活することができます。
戦闘で奥義を放つ主人公や回避が得意なキャラクターなどに使ってあげると強力です。さらに10ターン経過以降に使用すると効果が追加され、ワンターンの間次の攻撃行動3回行う3回攻撃が付与されます。まあ、フェリーの特徴ですね。3回攻撃といえば前述の自動復活と合わせ、長期戦において攻守で頼れる強力なアビリティです。あー、古戦場で使えねえかな。芝使ってさ、あるかもしんないっすね。へえ、なるほどなるほど。まあ付与しつつ、使用間隔9ターンで効果5ってのもでかいよな。効果5ターンか。効果5だとなんかこう振り毒みたいな感じはするよね。しかもデバフも持ってるじゃん。デバフ持ちながら3アビを振っといて、まあ13ターン目ぐらいになったら芝と合わせてもう一回みたいな。ただちょっと闇属性のキャラクター的にもう2つ3つぐらいパーツやりゃなんとかっていう感じかな、形になるかなっていう気はするけど、どうだろう。まあ武器もあれなんですよね。そのさっき言ったようにフェリーのリミテッド武器の方がなんかこう奥義上限アップみたいな感じになってるんだけど、第二スキルが守護とかなんですよね。こう防御力アップと奥義ダメアップみたいな感じの、そのかなりトリッキーというか独特な性能してるから、そこら辺を生かすための下地が闇にあるのかなっていう気はするけれど、これは面白いパーツをもらったような、闇属性的にはね。あと単純にね、ディスペルと攻防ダウンっていう、ドランクを思い起こさせる、想起させるね、フェリーのアビリティが入ってるというのは、エモみを感じてしまいますね。はい。サポートアビリティは、味方全体の光属性ダメージと闇属性ダメージを軽減。なんかあれ思い出したわ今、グングニルのオーディンだ、おでんか、懐かしいな。そういうこともあるのかもしれないな。おでんパを組むというなんか懐かしの記憶がちょっと思い起こされた。あ、幽霊でありながらも主人公と同じ世界を旅するフェリーはこの空の世界においては異質な存在です。その狭間にあるものの力としてフェリーがバトルメンバーにいるだけで味方全体の光と闇属性ダメージを少しだけ軽減してくれます。有利属性である光属性の敵だけでなく、闇キャラに対して闇属性を攻撃を放つアーカー社 HL などでも心強い存在となってくれるでしょう。優柔の子を勇壮の檻状態の敵に対して味方全体に闇属性、敵が特殊技を行うまで味方全体が追撃をするだって。前述のアビリティブラウゲシュペンストで付与する郵送の折り効果の効果状態の敵に対し、味方全体の通常攻撃に闇属性の追撃が発生するようになります。郵送の折りは敵が特殊行動を発動しない限り解けることはないため、恐怖や麻痺など敵の行動を阻害する弱体効果を持ったキャラクターと組み合わせるとより強力な効果となります。なるほど、そういうのもあるな。黒騎士と合わせる、にしてもちょっと得意武器的に厳しいような。銃剣でしょ、銃剣短剣、あれぐらいか。アーカー社の剣ぐらいしかないかな。なるほどね。でも面白いな。あ、これも使うってことか。黒騎士闇ジャンヌ、フェリーみたいな。黒騎士闇ジャンヌ、フェリー闇ジャンヌっていう合わせはあるんだね。面白いですね。ちょっとそういうのもそういうのもありと考えると妄想が膨らむな。ってことはメインジョブがエルシオンでもいいのか。探検持ってるしさ、エルシオン、フェリー、黒騎士、剣得意何かみたいなムーブで、ソウルピルファーからの恐怖を与えてっていう。はあ、面白いですね。ちょっと夢が広がるわな、今みたいに。夢が広がるキャラクターっぽいですね。で、次。SS レアヘルエス。続いては、アイルスト王国最後の王、コノールの娘にして、王子セルエルの姉、後期たる旧期、ヘルエスが風属性バージョンとして登場します。後期オーラ感じるわ、この左側。後期さ、感じますね。で、27なんだ。火属性、光属性と異なった属性で登場してきた姉上ですが、今回は神竜ディアドラ元イスカーサハと同じ風属性での新たな登場となりました。あ、古戦場あるね。そういえばもちろんスカーサハとの相性もバッチリ。お、俺昨日スカーサハ押してたじゃん。相性バッチリ。ほう、ぜひとも一緒に編成し共に戦わせてもらえばと思います。イチャビミラージュレイド、敵に 7,8 倍風ダメプラス自分に幻影効果2回、使用感覚8。
手にした槍で敵を貫き大ダメージを与えます。追加効果として自身の2回の減影効果を付与します。ダメージの倍率が高く、さらに減影より火ダメを抑えることもできますので、まずはこのミラージュライドで先陣を切るのが良いでしょう。ユグマグとかにいいかもね。ユグマグとかに、ニアビが効果中必ずトリプルアタック、風属性追撃効果、火ダメで解除。あ、ってことはあれじゃん、スカーさんの3アビと相性いいじゃん。確実なトリプルアタックを敵にお見舞いする火属性光属性バージョンのヘレスの抽象的なアビリティ、レコニングナイトの発展系といえる強烈な単体強化アビリティです。自身にレコニングデイという強化効果を付与し、この効果中は必ずトリプルアタックを行い、さらに風属性の追撃効果が発生するようになります。火ダメージのレコニングデイは解除されてしまいますが、ミラージュレイドの減影効果やスカー様のハートオブアドラゴン、これ3アビねの強力なバリア効果によって火ダメージを避けることで自身の攻撃性能を長時間大きく上昇させることが可能となっています。そうですね。え、でも、え、い、あ、効果切れるのが、一生 TA と追撃するんだ。ありがたいんじゃない？だって風属性、風マグナって連撃系がないじゃん。まあ、もう連撃系積む暇がないから、そういう意味でちょっと連撃をこれ一人だけとはいえ、追撃も持ってるっていうのはありかもしんないね。まあ、追撃性能によるかな。8割だったらいいけどね。8割だったらテレーズみたいにね、8割だったらいいんだけど、さすがにそれは望みすぎなんだけど、3。5だったら考慮かな。3だったらちょっとまだ趣味パになっちゃうかもしれねえ、かもしれねえ。まあ、グリームニルもいるから、一応ね、このレコニングデイに関しては、グリームニルもいるし、その前述のようにハート・オブ・ア・ドラゴンとかもあるし、でも単品でも使えるっちゃ使えるよな、この性能は。で、次、ロイヤル・リタニー。味方全体の攻撃、大幅アップ、OD 値のみ、敵のモードゲージ減少量アップ効果大。使用感覚12ターン。味方全体？味方全体？ OD 字のみ。え？反骨？今回のヘレスの最も特徴にして必殺の強化アビリティ。高貴なる祈りを天へ届かせ、味方全体に反骨とモードゲージ減少量アップ効果を付与。反骨は1回だけ通常攻撃、扇ダメのダメージを上限を超えて大きく上昇する効果で、この味方全体。え？これめちゃくちゃ強くねえか？ぜひともロイヤルリタニーでの大ダメージを狙ってみてください。これさぁ、リミロゼとかと合わせるといいんじゃない？リミロゼ、古戦場で言うとさ、リミロゼ合わせの方がいい気がするな。へぇー、反骨を味方全体にやるんだ。なんかこう、ダメージ稼げないな、辛いな、みたいなのがあったっていう、その道中のダメージを稼がなきゃいけない魔法戦士は、みたいな話してたんだけど、それをこれで十分稼げますね。へぇー、面白いな。これクソつ、え、これさ、てか90ヘルで必須級になるんじゃないですか。90ヘルでさ、フェリと合わせてさ、ねえ、あるかもしれないっす。うわー、これめちゃくちゃ強いな。じゃあ、まあ、使うか使わないかをともかくとして、手札の一つとして入れておきたい。もう完全に俺、海の、水着イベントのさ、ヘルエスを狙う、ゲビタ男みたいな感じだよ。うん、俺の手札に加えておき、邪魔だ。キュー、あの女、俺の手札に加えておきたい。みたいな感じですよ、今の俺の。ヘルエスを狙う、卑劣な男の顔してるけど、欲しい、これは。奥義、アデド・ドゥドゥ・アーカ、ドゥアルーカ。風属性ダメージ、自分の風攻撃アップ、自分の風、風属性攻撃アップ付与し、奥義性能がアップ。これスカーサハの1アビと相性いいですね。うん、舞い踊るかのような華麗な槍さばきにて敵に大ダメージを与えます。追加効果として奥義発動後、自身に5ターンの間5ターン、おお、さらに風攻撃アップが付与されているときは奥義ダメと奥義ダメ上限がアップしますので、スカーサハのディアドラの格好で1アビねなどで長時間の風攻撃アップが付与されているとコンスタントに強化された奥義を打っていくことが可能となっております。おお、サポアビは風攻撃アップが付与されているとき自分の攻撃と回避率アップ、風攻撃アップの効果時間中、自身の攻撃力と回避率がアップします。この回避率アップは徐々になかなかに侮れない効果値となっており、減影やバリアの効果が切れてしまった場合でも、この効果によって敵の攻撃を回避し、レコニングデイを継続できる、これニアビですね。ニアビが、続くよと、継続できるという場面もあるため、なるべく絶え間なく風攻撃アップの効果を付与しておきたいところです。王女の号令、味方全体がオーバードライブ時の敵に対して攻撃アップ、ブレイク時の敵に対して連撃、これは嬉しいぞ。ヘレスの号令によって味方全体を指揮し、敵の状態に応じて味方全体を強化するサポートアビリティ。ヘレスを編成しているだけでモードゲージを持った敵に対し、ある程度有利に戦うことができます。
なるほど。これは面白い制度もしてますね。面白い。なんかこう一撃、まあ、基本三ガビの一撃狙いで配置することになると思うんです。入れることになると思うんだけど、なんかそれ以外の部分でもなかなか面白い性能してるんで、これはちょっと持っておきたいね。まあ、スカーサハと相性いいっていうのもあるし、純粋にこれ単品でも面白い性能してるから、超短期決戦で使いそうな印象かな。90ヘルはちょっと持っておきたいよね、手札として。で95もワンチャンって感じかな。まあありそうな、面白いですね。今回追加されるキャラ両方面白いな。で、次エスレアミリン、最後光のミリンなんですよね。これ奥義ゲージどうなってんだろうね、ちょっと見てみようか。1アビターゲットに関わらず4回ダメ、自分の奥義ゲージアップ、使用するたび攻撃回数アップ。で2アビがカウンター、3アビが敵のすべての攻撃を回避、かばう、攻撃行動をしない。ドローン残回避とドローン残、あ、ドローンってあれか、あのドローンか、ニンニンドローンかあれドローン、まさか、いきなりロボットを使ってんのみたいな。右上かどっかにドローン浮いてるって思ったら、ドローンはあれか、そういうドローンか。で、サポアビが奥義ゲージの最大値が、あ、これですね、奥義ゲージの最大値が増加する、あって、あー、でも奥義ゲージ上昇量アップ系のアビリティはないんだ。 LB によるかな、これは。 LB によってサビルバラ、光サビルバラも奥義ゲージ上昇量あるんだけど、なんか足りてないんですよね、メカニックだけじゃ。だからミリン、ソーンミリンサビルバラ風の最大みたいになっちゃうぞ。 LB によっては LB の奥義ゲージ上昇、奥義ゲージ上昇量アップ系がボコボコあった場合、そのソーンミリンサビルバラっていうサムライドリームがあるかもしれないですね。共にサムライドリームを見る、あるかもしれないですね。サムライドリームっていう、それがあれなのか、もしかしてドローンマジなのかマジでドローンあんのか。なんかさ、あの福原さんがさ、プロデューサーの、なんかツイッターでつぶやいてたよね、熱海でドローン飛ばしてきたみたいな、なんか言ってたよな。それかもしれないよ、ドローン山がマジでちょっと印象的すぎるわ。ちょっとあるかもしれないですね、 LB によるかな。ということで、いかがでしたでしょうか。まあ、今回はでもリミテッドフェリーはなかなか面白いね。闇属性っていうのはちょっとあれかもしれないけど、普通に面白い性能してるんで、ちょっとフェリーに関しては期待をしたいところです。まあリミテッド武器の方もね、あの必殺の、まあ、奥義ダメージ上限上昇のさらに上のスキルっていう風になってて、まあチェンバ性能アップ英傑ね、っていう風になってるから、ちょっとそこら辺も、期待しながら、ちょっとプレイしてみたいなという風に思うところです。まあメインシナリオの方のトリプルゼロもやりたいということで、まあ今日はね、グラブルやりたいが多いような人になりそうですね。そんな感じの、新キャラクター追加を見てみた動画でございました。皆さん参考になれば幸いです。それじゃまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。